こんにちは、みゆみゆのはんなり京都 TV ドスへ。はい、本日もやってまいりました。毎日健康、時々ラーメン生活の時間でございます。本日行く先はプレオープンのお店です。そして本日向かう先はなんと私の大好きなラーメン屋さん、もう名前発表しますけども、人類皆麺類の系列さんで、人類カンペ見てます、カンペ見てます。6月22日オープンの人類皆麺類生ワンタンラーメン専門店、赤黄色緑京都北山店っていうことなんですけども、私ね、人類皆麺類といえばミスチルね、めっちゃミスチル大ファンで、4年前に大阪にね、2時間半ぐらい並んで食べに行ったことがあるんですよ。その時にめっちゃ感動して、2時間半並んだけども、並んでよかったっていうぐらいめちゃくちゃうまかった。で、京都にもね、いろいろ系列店できてるんですけども、なかなか行けずで、本日はこちらお招きいただいて、最高にテンション上がってます。では、こちらの美味しいラーメンを本日はご紹介したいと思います。みんなの衆ついてきなさい。中心に美味しいお店を紹介しています。食べて飲んですする、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらね、駐車場が2台あるんですけども、フリーで2台止めれます。そしてお店の前は K4 が2台、また後でご紹介します。こちらですね、中田第2ガレージさん5番2番です。さあさあ、ガレージからテクテク歩いて到着しましたよ。こちらも私の大好きなミスチルがふんだんにかかっているそうです。ではご紹介いたしましょう。こちら、生ワンタンラーメン専門店、赤黄緑さん。そして先ほど言ってたようにこちらに軽音が2台止めれます。いや、めっちゃ嬉しいねんけど。そして今日も来てますよ、私の師匠。はい。あきちゃん。そう、そう、そう。ね、で、ね、さあ、私の大好きな桜井さん。ちょっと私の大好きなミスチルさんよ、ここ。やばい、やばい。いや、入りましょうよ。やっぱり来てたわ、師匠。行きましょう。さあ、さあ、いいね。はい、はい。行列店。人類皆麺類が京都に6月22日土曜日オープン決定。まあ、出す頃にはね、もうオープンしてるんですけども、ぜひ皆さん来てください。絶対うまいから。こんにちは。おめでとうございます。あ、店長の林さん。おめでとうございます。ありがとうございます。店長の林さんです。よろしくお願いします。さあさあ、もうここのお店もさすが人類皆麺類の系列店、大好きな私のミスチル桜井さんがちょっとね、映せへんけどもかかってますよ。もうほんまテンション上がるわ、ほんまテンション上がるわ。もうほんま好きやね。メニューは一応ね、いろいろ赤黄緑ラーメンとホタテ醤油ラーメンと煮干し醤油ラーメン、魚介醤油ラーメン、ピリ辛醤油ラーメンとあるんですけども、本日はプレオープンなので、定番メジャー一押しの赤黄緑ラーメンを実食していきたいと思います。では、お楽しみくださいませ。待っててよ。わー、コンセプト、赤黄緑さん。お店のコンセプト。あー、来ましたよ。ありがとうございます。来ましたよ。こちらのお店の定番ベースの赤黄緑の生ワンタンラーメンをやってまいりました。ここのね、人類みな麺類のスープももちろんだけど、チャーシューと麺がシンプルうまいね。シンプルうまい。めっちゃうまいですよ。では、そちらのラーメンをご覧いただきたいと思います。どうぞ。来ましたぜー。見て。このね、ほんまにチャーシューがね、めっちゃくちゃ美味しいね。この麺も。そして、赤黄緑の生ワンタン。早速、実食です。
待たせしました。ありがとうございます。こちら餃子になります。店長さんありがとうございます。来ましたよ。なんかね、こちらの餃子、ぷっくりしてますね。待ちきれ返上ではいただきます。いやー、もう絶対うまいのよ。本日のこちらのスープは、豚肉と鶏肉でスープを取ってるんですけども、ガラではないです。ガラスープではない。うわー、見てこの綺麗な黄金のキラキラスープ。やば。なんとも言えへん、豚と鶏のガラじゃないスープなんですけど、煮干しオイル。めっちゃくちゃうまい。まだね、人類みな麺類とは違う感じですけども、やっぱりね、フランチャイズ店醸し出してますわ。2時間半並んでもね、感動するラーメンよ。普通ね、並んでもなんやこんなんかっていうの多いけど、めっちゃ美味しい。このスープ激うま。そして麺は自家製で、製麺所が店内にあります。普通麺より少し太めの中太麺。見るからに見てこの美味しそうなツルツル。あのね、すべてにおいてなんかね、ぷっくりしてる。これちょっとほら、ちょっとツルツル、つぶつぶが見える。香りがすごい。見た目よりつる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 だ。もうもちもち。うまいな、これ。やばい。くるってんが表面に絡まってる感じ。もうすごい、なんか何とも言えへん。なんか今までかつて食べたことないよな。なんかうどん、うどんとラーメンの合体みたいな感じ。こんなにね、ツルツルなのに、しっかりね、この美味しいスープ吸い込んでます。めちゃくちゃ、めちゃくちゃうまい。ワンタンとろける前に、すくい出したいと思います。こちらが名物の生ワンタンですよ。お肉は入ってない。生ワンタンです。グリーンがほうれん草、オレンジがパプリカ、黄色がかぼちゃ。ね、赤黄緑です。これ、こんな感じの、なんか、色のついたキクラゲみたいやな。グリーン、ほうれん草。いかんです。うん、うまい。めっちゃほうれん草になってる。すごい、うまいわ、ほんで。やっぱりね、生ワンタンラーメンって生ワンタンを打ち出してるだけあって、普通に売り出されてるワンタンラーメンとは全く違う。コシのあるワンタン。食べたことある？そんな感じ。コシのあるワンタン。そしてこれがパプリカ。うん、また違う。緑は、なんか野菜すごいガツンと来てたけども、こっちは優しい感じ。まあ、パプリカの味がしてる。で、最後に、これかぼちゃだって。かぼちゃ見て、見るからにほんまキクラゲみたい。でも全然違う。このワンタン美味しいわ。かぼちゃ、いや、どれもね、このスープほんまに吸い込んで、さらにね、ミラクルで美味しくなってる感じ。これほんま美味しい。では待ちに待ってました、私の大好物の人類みな麺類のチャーシュー。これほんまにうまいから。見てこのホロホロの、このホロホロのこのシュッとね、これね、本当にシュッと柔らかく食べれるの。見てこのチャーシュー。見てこのチャーシュー。これですわ、これです。このチャーシューをね、麺類、みな麺類で食べれへん。
特殊な特別な場所、もう最高だわ。うん、まあ、そして続きますよ、これ見えてる。ゆっくりと取ったこちらも名物の餃子いただきたいと思います。見て、なんかめっちゃぷっくりしてるの、ほらなんかぷくぷくしてるでしょ。おいしそう、このぷっくりぷくぷく。中にね、すんごいいろんな人類に生麺類のエキスがギューって詰まってる。これ肉汁半端なくすごい。餃子のくせにね、餃子なのに、まあ簡単に言ったら餃子の形をした小籠包。やばい、まあやばいやばい、これはやばい店やで、ほんま。うん、まっ、うまっ。これね、ほんまね、そもそもミスチル付きで行った人類みな麺類1号店本店行かせていただきましたけども、その前その時にラーメン知らずにね、ラーメンのこと分からずにミスチルだけ目当てで行ったんですけども、食べた時ほんまにねひっくり返るぐらい感動して美味しかった記憶があって、それが今蘇ってます。京都に来たんですよ、私何回もけど2時間半も並んだお店が、このフランチャイズ店がここで姿新たに食べられるんですよ。皆さんもほんまに最高に美味しかったです。6月22日オープンされてますので、ぜひぜひ皆さんみんなでこの美味しさを味わって感動してみてください。マジで感動するから。では皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ひめはんなり京都 TV、 これからも美味しいお店をどんどん載せていきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いいたします。最高に美味しかったので、ラーメン界の女帝が言うのから間違いない、絶対来てや。じゃあねー。